もし不審な人物が家を訪ねてきたらどう対応すべきなのかですが、うんはい、警察によりますとインターホンで会話をしてくださいということま、まあ、とにかく玄関に入れないことここれが大切だとということです、うん、でさらにはインターホン越しであってもお金に関する話や家族の存在在宅状況を聞かれても教えない。 これが一番ということでした。で、はいはい、はい、なんかついついなんか世間話の延長みたいな感じとか。はい、なんか訪ねてきたから、ちょっと対応しないといけないのかしらなんて思っちゃうけど、はい、それは違うんですね。話さないことが一番です。<ー>あの玄関の中に入れてしまうと、こちらが話さなくても、玄関に置いてあるもので、えー。情報を与えてしまうことになります。<う>例えば、こちら印鑑。うん なんですが、あ、この家は宅配をよく利用する家なんだなぁと推測されて、うん、宅配業者になりすまして侵入されてしまう可能性があるということなんですね。<ー>で、さらに飾っている方多いかもしれませんが、絵画だったり、ね、壺こういったものが玄関にあるとあ。この家は裕福なんだなぁと思われて、狙われやすくなってしまうということです。で、さらにはこちら靴ですけれども。<靴>あの？ この靴によって家族構成を推定される可能性があるということ例えば<う>おじいちゃんおばあちゃんがよく履いているマジックテープで留めるタイプの靴でしたり,、ねりね、女性の靴が置いてあるとあこの家は高齢者がいるんだなとか<あ>家族の構成を靴で。 見られてしまう、ということもあるそうなんですね。観察推理するわけ。そうなんです。ですので、こちらにも注意が必要です。で、さらに、若い女性がいると、反撃される恐れがありますので。若い男性ですね。男性、うん、はい。あの、相手は警戒します。はい、ですので、若い男性の靴や傘などを置いておくことが、警戒になるということでした。 例えばベランダですけれども、うん、男性の下着を干しておくとか若い男性いますよとアピールすることも対策だとということですななるほどなるほほどどじゃあ、あの息子の就職してどこか外に行った、はい、古い息子のスニーカーをあえて置いておくとかとにかく下見役に情報を渡さない<ー>これが大切ですね。そう

昔ねやっぱり町内会にあってその防犯員がいてとかっていうシステムがだんだん崩れちゃって、はいね、今、なんか防犯カメラさえあれば大丈夫だと、はい、そうじゃないんだってことをやっぱり認識しておかなきゃいけないですね、うんうんまあ、そしてちゃんとした会社とか業者さんだったら例えば名刺を見せるとか、ね、ID カードを見せるとかっていうことがありますので、はいまあ、悲しい話だけどちょっと警戒して疑ってかかった方がどちらにせよ家の中には入れないことだと思いますね,、うんうん、ですねぜひお気をつけください。